クレイトン・コルビー・リチャードは、アメリカ合衆国インディアナ州、ティピカヌー郡ラファエット出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス参加所属。シカゴ・ホワイトソックス時代2005年の MLB ドラフト8巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。2008年、オールスター・フューチャーズ・ゲームのアメリカ合衆国選抜に選出され、 7月23日のオークランドアスレチックス戦で先発としてメジャーデビュー。最初の3試合で0勝2敗、防御率10.38と苦しんだが、1試合のリリーフ登板を挟み、5試合目は先発登板でメジャー初勝利を挙げた。2009年はスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームでは先発を務め、ロングリリーフとして開幕メジャー入りを果たした。 ホセコントレラスがマイナーへ降格したため、5月12日から、先発を務めた。サンディエゴパドレス時代2009年7月31日に、ジェイク・ピービーとのトレードで、アーロン・ポレダ、アダム・ラッセル、デクスター・カーターと共にサンディエゴパドレスへ移籍した。移籍後も先発を務め、この年は2球団合計で38試合に、登板して9勝5敗、防御率4.41。 114奪三振を記録した。2010年は33試合に登板し、初めて規定投球回をクリアした。2011年は7月に故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。2012年は1年を通じて先発ローテーションを守り、投球イニングはリーグ4位。オフには球団の最優秀投手に選ばれた。 2013年2月16日に1年524万ドルで契約を結んだ。10月28日に FA となった。2014年2月に強郭出口症候群の手術を受けた。2014年7月30日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。この年はデビュー以来初めてメジャーでの登板がなかった。 2014年12月3日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することとなった2015年の開幕は参加のトリプル a 級インディアナポリスインディアンスで迎え9試合に登板して4勝2敗防御率2.09114奪三振を記録した2015年7月3日に金銭トレードで シカゴカブスへ移籍すると、翌4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。昇格当日のマイアミマーリンズ戦に先発し、6に1回を2失点で抑え2年ぶりの勝利を挙げた。7月22日にディーフとなった。翌23日に40人ロースター内のマイナーオプションに変更となり、トリプル A 級アイオワカブスに配属された。8月3日に再び、 ディーフとなったが5日にラファエル・ソリアーノが故障者リスト入りしたことに伴って再びメジャー契約を結んで昇格した2016年7月26日にアロルディス・チャップマンのトレード加入に伴ってディーフとなり8月3日に自由契約となった2016年8月11月3日に FA となったが12月20日にパドレスと 年俸175万ドルの1年契約で再契約した。2018年12月20日にディーフとなった。2018年12月30日にコナー・パナストのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2019年9月12日に自由契約となった。また、11月に開催の第2回 WBSC プレミア12ア,アメリカ。 合衆国代表に選出された。2020年8月3日に、プロ入り時の古巣であるホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。サイド気味のスリークォーターから、平均91マイルパーアワーの2種類の速球を中心に、平均84マイルパーアワーのチェンジアップ、平均81マイルパーアワーのカーブ、平均85マイルパーアワーのスライダーなどを使用する。 メジャー通算の脱三進率は5.5と低く、シンカーでゴロを打たせて取るグラウンドボールピッチャー。2014年の手術前の最速球速は98.2マイルパーアワーだが、2015年以降の最速は95.4マイルパーアワーとなっている。ありがとうございます。